い、皆さんこんにちは、バヤシーズクリエイターです。今日ですね、これで5つ目の電車になるんですけれども、大阪メトロ23系最後、よふばし線の地下鉄を作っていきます。もうね、あの皆さん動画を見られた方はね、ご存知だと思うんですけれども、これで5両目、大阪メトロのですね、新20系を作るのは5両目になりますので、多分皆さんも作り方を覚えていただいているとは思いますけれども、簡単に言いますと、まずですね、こちら上下を当てているところにですね、カッターを走らせまして、表面だけね、軽く切るようにいたします。表面切っておくと、手でご覧の通りですね、折り目のところ、折り線のところが綺麗に直線で折れるようになりますので、特にね、お子さんに渡される場合は、ここまでね、大人がやってあげてから渡してあげるとですね、すごく喜んで作ってくれるようになると思います。はい、こっちもですね、本当にですね、手だけでまっすぐに折れますので、はい、こんな感じですね、すごくかっちりと作れるようになります。でですね、またこちら底板の部分をスティックのりですとか、お持ちでしたらね、テープのりとか、速乾性のある、ちょっとですね、水分の少ない、いろいろ紙がボコボコになりにくいのりを使っていただいて作っていきます。ですね、ここまでできたらね、もうほぼ出来上がりです。あとはですね、正面部分がくの字型曲がっておりますので、ピンセットを使っていただくか、こちらもね、事前にカッターで折り線をね、つけていただいたりして折れるように準備をしておきます。のりしろが切れてなかったんで、無理やりですけれども、こうやって、はい、折っていきます。はい、ご覧の通りね、折っていただくと、こちらのですね、本体側と沿うように接着できるようになります。はい、こっちもですね、のりをボンドを使っていただいて、でこちらのね、先頭部に合うように組み立てます。ちなみにね、これ試作の展開部ですので、ちょっとね、ラインが実は側面と合わなくなっております。配布しているものに関しましてはね、もう修正をしておりますので、ご心配なく作っていただけるかなとは思います。はい、でね、言うてる間に、こちら連結面の方もね、折り目できましたので、あとはボンドを塗っていただいて、ボンドを塗りましたら、折ってから指で5部分本体ですね、接着していきます。はい、こっちもね、こんな感じに、ね、本当に簡単にね、できましたけれども、これで大阪メトロ23系よふばし線から、特徴的なね、よいしょ、青群青色でしょうか、紺色のですね、綺麗な落ち着いた車両が出来上がりました。